やつかあやみは、朝日放送テレビ所属のアナウンサー。愛媛県松山市出身。愛媛県立松山東高等学校から、同志社大学文学部へ文学科に進学した。高校では、原学部、大学では、同志社学生放送局に在籍。大学時代には、フリーペーパー誌、学診の2007年12月号に、インタビュー記事が掲載されたほか、 同志社学生放送局の同期生に、伊坂は直がいた。大学卒業後の2009年に、アナウンサーとして朝日放送へ入社した。同期入社のアナウンサーは、横山大地。母校、同志社大学の卒業生有志によって、同年11月に刊行された、同志社三枚チーム同志社2009では、桂耶と共に、インタビュー企画の、 女子アナ奮闘記に登場している。2010年1月23日から3月13日まで、入社後発のレギュラー番組として、朝日放送ラジオの報道番組、ニュース探偵局デラックスを、同局アナウンサーの上田武彦と共に担当した。同年4月3日からは、おはよう朝日土曜日ですの8代目司会者として、同じく、上田と共演。 2012年には、速報。甲子園への道で、メインキャスターに起用されるなど、全国高校野球選手権大会の中継、関連番組で、進行役を務めていた。ちなみに、おはよう朝日です土曜日ですには、上田の交番後も出演を継続。2020年10月3日、放送分で交番するまで、10年間にわたって、司会を務めた。 2012年度から2016年度までのナイターオフ期間は朝日放送ラジオの生ワイド番組ホリエ生成のホリナビで先輩アナウンサーであるホリエのパートナーとしてレギュラー出演2013年4月4日から2016年3月24日まではビーバップハイヒールで番組初の女性アシスタントを務めた2013年には 同僚アナウンサーの北村まっぴらと共に、8月12日から8月16日まで、おはようパーソナリティ道上洋蔵ですで、パーソナリティ代理を担当。また、朝日放送が制作に出資した同月公開の、東宝映画、少年 H、H に、セリフのある役柄で、ワンシーンだけ出演した。ピアノを演奏することや、体のバランス感覚を保つことが得意で、趣味は、 料理、旅行、音楽鑑賞。実母から着物を譲り受けたことや、飛び出せ。夕刊探検隊で、桂吉也との共演を始めたことがきっかけで、吉也と共に、佐藤の裏線家へ入門している。なお、夕刊探検隊には2011年1月から11年近くに、渡って、出演を続けてきたが、2021年9月27日放送分で、 降板した。テレビラジオテレビラジオ、ありがとうございます。